でランス君もトット君も僕の部屋で喧嘩してるの？ツッコミ役初めてだったので、これはちょっとツッコミを研究しなきゃいけないなと思って、コミュニケーションの本でツッコミの極意みたいなのがあって、その本をすごい参考にしました。ツッコミとは違和感探しなのであるみたいな。ってことはボケの人は違和感を生み出す人、この状況でその格好おかしいでしょってこう頭が浮かんだタイミングにちょうどツッコミを入れると、そうそれみたいな気持ちよさがあるっていうのを見て、なのでそのやっぱアニメだったら大体ボールドとか大体決められてるんですけど、若干ここは早めに入りたいとかっていう時はボールドを無視、あえて無視したりして、ちょっとテストでは挑んでみて本番でまた修正してっていうのをちょっとこだわって真っ白やってます。ドット君って口と態度の割にフィンを通して物語を見られる方も多いかなって思うので、あんまりすごいボカーンってやりすぎる と、 ちょっと共感っていうところから外れちゃうかなとも思うので、そのあたりはあえて引いとくかここはっていうのも入れ込んでます。一応両分けは入学してすぐにあったけど、戦いの最中にもコメディな要素が結構入り込んでくるので、なんて言うんだろう、そこの温度感みたいなのはすごいこの作品の強みで魅力がある部分だし、小学生の子も熱く楽しめるし、いろんな年齢層男性女性問わず、うん、コメディとシリアスで盛り上がれるのがこのマッシュルの魅力かなと思います。お願いだからやるなら外でやって。